バーツラフ三世は、ハンガリー王、後に、ボヘミア王、ポーランド王、カネタップシェーミスル朝の最後の国王。ハンガリー王としての名は、ベンツェル、ポーランド王としての名は、バツワフ三世。ボヘミアとポーランドの王、バーツラフ二世の息子で、母は、ハプスブルク家のドイツ王レドルフ一世の娘言った。1三百一年、ハンガリー最初の王家であった、アールパード家が断絶すると、 七バーツラフ二世の母方の祖母アンナがベーラ四世の王女であったことから、父によってハンガリー王として送り込まれて即位することとなった。1305年に父が創生すると、ボヘミアとポーランドの王位を継承した。その際に、ハンガリー王位は、後期し、代わってシモバイエルンコ王と三世が獲得した。翌1306年のポーランド遠征に向かう途上。 オロモーツで暗殺された。16歳ボーツ。父の王位を継承した年に、チェシンコ・ミエシュコ・一世の娘ビオーラ・エルジュビエタと結婚していたが、子供はなく、バーツラフ・サ世の死によって、プシェミスル朝は断絶した。その後、ポーランドでは、ブワディスワフ・イ世が即位して、ピアスト・アサが再興した。ハンガリーでは1307年に、カーロイ・イが、夫をサから王位を奪取し、 安住朝を起こした。ボヘミアでは、妹、アンナの夫ケルンテンハインリヒロクセイと、父の後サイリクサエルジュビエダと結婚した、オーストリアコルドルフ3世が王位を争った後、アンナの妹エリシュカと結婚した、ルクセンブルク家のヨハンが、王位についた。ありがとうございます。